はい皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタントの高橋貴子です。本日のテーマは、正しい価格設定と戦略的な値引きの考え方。こちらについてお伝えしていきたいと思います。えー、価格設定はですね、皆さんがあの結構迷うところでもあるんですけれども、じゃあ、正しい価格設定って何なんだっていうところがあると思うんですよね。例えば、新しく授業を始めるっていうと、まあ、いろいろなリサーチをして、 同業他社の平均値をとってその値段にするとかですねまあ,あの自分がまだスキルも浅いしこの価格は無理かなって思うからこれぐらいに決めちゃおうとか、まあ、いろんなあの内容で教室の先生って値段決めると思うんですけれども、まあ、その時の考え方ですね一つの軸主軸の考え方をお伝えしてでさらにそれをじゃキャンペーンとか モニターとか体験会も含めてですね、えー、戦略的な値引きの考え方、これ、セットになっているので、今日はこちらのお話をしていきたいというふうに思っております。はいではですね、まずあの価格に関してなんですけれども、まあ、基本でちょっとね、理解しておいてほ欲しいことがあのー、3つあるんですよ。はいまずね3つ はいえー、と価格設定の基本の考え方で、えー、理解しておいてほしい3つのことですね。まず1つ目が、えー、自分の教室の価値です。自分の教室の価値、1つ目。で2つ目が、えーと、教室の運営していけるコストとしていくらあればいいのかっていうコストの部分、支出の部分ですね。これも考える必要があります。で3つ目が えっと自分が呼ぼうとしているお客様が求める価値は何なのかっていうことですね。はい、これをちょっと解説していきますでまず一、えー、つ目が自分の教室の価値っていうことなんですけれどもこれは、えー、っとポジショニングマップといって自分がその業界の中、まあ、パン教室ならパン教室料理教室なら料理教室お菓子ならお菓子どれでもいいんですけれどもその中で どういう立ち位置で自分は活動していく予定なのかって、これライバル調査をしないと出てこないんですけれども、例えば高い、安いとかね。あとはそうだな、なんだろうな。えっと、講座がプロフェッショナルとか中級とか、あとは初心者向けとかね。この軸とか二軸はすごくわかりやすいと思うんですけど、じゃあ例えば初心者向けで安いっていうと、結構教室多いはずなんですよ。 で、その中でさらに特徴をつけていかないといけないので、その自分はどこで勝負しようというのを決めるか。基本はですね、人から求められていて、かつライバルが少ないところ。これ最高のところなんですよね。もうそこにポジショニングを作ることができたら、あ発信するだけでどんどん人が集まってきます、まあ。なかなかそういうケース少ないんですけれどもね。みんなは求めてるのに、 その教室がないいっていう状態じゃあ私どうだったかっていうとパン教室の時に実はこれをやってます一つは当時になかった天然酵母のパンを7個同時に1箇所の教室で習えるっていうコンセプトの教室は当時なかったんですよねだからそれを習いたいって思ってる人にとっては1箇所で済むからとても楽なんですよだから発信し続けけてて見つけてあ これ私行きたかった教室だって思ってくださった方はそのまま入っちゃう。あと、低糖パンの講座もそうです。当時少なかったので、としかもいろいろな、えー、っと粉、今はもっといっぱいバリエーションありますよ。あの米粉パンの教室ってあ。ごめんなさい、低糖パンの教室って。昔はあんまりなかったんですよ。で、その中でこう自分でホームベーカリーで焼いてもあんまりおいしいパンにならないとか、 そのパンの悩みを抱えている人が多かったので、まあ、私も既成の,、ね、の粉パンデスマートっていう粉の、まあ、特殊な粉なんですけれどもその粉で作るパンの作り方を教えていて、まあ、普通に食べてお,おいしいです,おいしいんですよ <laughs> だから、あのー、そ,それを教えるっていうことでやってまた発信すれば求めていた人がどんどん来るっていう。 要は他がやってないけどみんなが求められるものを見つけられると最強なんですよね。なので今はなかなかその領域を見つけることができないので基本は、まあ、あのどこでやっていって誰にそれを向かってやるのかっていうのは決めないといけないんですけど自分の教室にしかない価値は何なのだっていうのはまず考えないといけないです。 2つ目です、コストなんですけど、これ自宅教室の先生はあまりコスト考えてないですね、方が多いあの。やっぱり主婦から教室をやったっていう方が多いせいもあるのと、あとは値段を、思い切った値段をつけられないから、2000円とか2500円とか、そういうところから始めてしまうと、 はっきり言って材料費と自分がそのレシピ開発をしたりなんとかってやったらほぼ赤字なんですよね。だから教室自体で稼ごうっていうことがなくて人が来てくれて喋ってれば楽しいっていう教室を作りたいんだったら OK なんですけれどもそうでない限りはやっぱコスト計算をしっかり考えないといけなくてで皆さん原価材料費しか考えない人多いんですけど本当はいっぱいコストかかってるんですよ。例えば あのお菓子とかパンとかだと硬かったらその方だって何回も使うにしてもどこかの講座の中で消化していかないといけないし自分が習い事を習いに行ったらその講座のスキルのためにそのお金も経費になるしレシピを印刷する紙だってインクだってめちゃくちゃ細かいこと言ったら生徒さんが来て使う消耗品ティッシュとかねあのサランラップとかああいうのだって。 あの全部経費なんですよね、えー、もちろん家の一部を借りてるっていう時で家が賃貸とかだったら、えー、そこの借りてる安分面積の安分でそれを本来は家に払わないといけない金額光熱費も一緒ですで考えると本当は2000円とかでパン教室ってできなかったりするんですよ、まあ、教室業全般的に大体だからそこまで考えるとやっぱ78000円から1万円台ないと本来は 難しいんですよねそこがうまく根付けができないといくらやっても儲からないし疲れちゃうっていうことになります。で3つ目が <coughs> ターゲットのお客様が求める価値っていうところなんですがあーとご自身のねお客様が、えー、っとパンの例えば初級のスキル を習いたいた人なののか上級のスキルしかも上級のスキルだったら何を特に中心に習いたいのか私は工房の種類とあとはプレゼントをできるような成形形ですねにこだわったパンを教えるっていうこの日本柱が私の特徴だったんですよ当時のやっていたパン教室の。 じゃあ、あなたのそのパン教室の特徴は何で、それをお客様がどういう価値を求めるのか、プラスアルファ、その家でやるにしたら、家での居心地とか、そういうのも含めてですね、どういうことをまあ価値で求めるか、それによって当然価格設定は違います。場所がすごくいい,人だい,い家を持っている人はラッキーですよね。例えば、めちゃくちゃ高台のところの眺めがいい。 もう富士山が見えるとか、東京タワーが見えるとか、それだけでもね価値は上がっていきますからね。前になんか桜の木が目の前にあるっていうあの、ガラス窓も大きくてっていう、そういう教室の先生とお話ししたことありますけれども、ま、あの <laughs> 桜の時期しか値段が <laughs> 上げられないかもしれないですけどね、はい、そういうのがあります。 なのでまず自分の教師の価値を理解するっていうのが価格設定の時にはどうしても必要でと周りがそうだからなんとなく合わせちゃおうとか自分あんまりこう強気な値段言えないからなんとなくこの値段でいいかっていうなんとなくっていうのはまずはやめましょうっていうのが一つ目の話です。で二つ目が、えー、と戦略的な価格設定なんですけれども、えー、初期につけたものが 自分が成長するなしお客さんの入れ替わりとかがあることによって値段が変わっていくっていうのは普通にありえる話です。例えば、まあ、ステップアップで価格設定をしていく時には最初は自分がスキルがこれぐらいだからっていうことですよね。で教えてるうちにスキルアップして、まあ、生徒さんもスキルアップして一緒にこうどんどん値段が上がっていくっていうのがあるんでその段階で知った初期の生徒さんは 当時自分が設定してた金額よりも当然高いところからスタートになるので、まあ、ステップアップっていうのは割と普通な感じですね。要は生徒さんも増えてくる、自分認知度も上がる、席数も人気だから少なくなってくるって言ったら高くしてもいけるわけじゃないですか。でここは出だしのところでね、段階的な価格アップ使っていきますね。あとは、えー、とバンドルって言って、セット売りです。あの こここれれれとととセットにしてってっいうだから、まあ、福袋みたいな感じなんですけどあれ福袋もねいらんものがセットになってると魅力に感じないので欲しいものを一括でまとめて買ってくれると長期的に来てくれたり単価が上がったりするんでまとめ買いをしてもらうっていうあ感覚でこれは割安感もあるし。 リピート性が高いですよね3個一緒のレッスンだったらその3個分の期間は通ってくれるわけでその間に他の商品を紹介することもできるかもしれないからあのセット売りっていうのも一つ価格設定の時に戦略的に考える時には必要になるものですあとはプレミアの価格の設定ですねプレミアをつけるときにはあとよく松竹売っていう3段階 の価格設定とかやることありますよ、ね、例えば、えー、3000円、5000円、7000円とかそんな感じ。で,でも7000円レベルだとプレミアじゃないですけどね。<laughs> あそうだな3000円だったら10倍ぐらい3万円とかここら辺になるとプレミアな感じになりますしね。5000円ぐらいが平均だったら10万円とか。 これプレミアな感じありますよね。どんなレッスンなんだっていう感じなんですけど、例えばなんかそういうプレミアの価格を作ると、他のものが安く見えるので、まあ、特別感があるものは、本当に売れたら嬉しいけど、売れなくても困らないっていうぐらいの内容をつけておいてもいいんじゃないかなと思いますね。私、お年玉パックで一番高い商品、まあ、売れたらラッキーだなと思って、 置いて売れた一番高い商品いくらだったかな ?100、120万かなんか売れたことありますね。いろんな工場いっぱいパッケージした1年分ぐらいのね、内容なんですけど、そういうのも売れたりすることあります。期待していない分嬉しいですよね。でも、売れればいいわけなので、これは少し慣れてきて、そういう商品を持っている人にはおすすめのやり方になります。はい。 えーとそして、まあ、いろんな価格の設定とかはあるんですけれども、じゃあ初期の頃とか、その低下で無理だよっていうときには、まあ、値引きとか、あと割引きとか、キ、うん、ャンペーンオフ価格、モニター価格っていうのを作ったりするんですけど、ここはあのちょっとね、慎重に考えなきゃいけないところはあります。というのが、まあ、値引きの目的を何のためにするのか。例えば 新規を獲得したいから幅広く皆さんに体験してもらってだその結果入ってもらう教室にとなると体験してもらった後のクロージングと呼ばれるその体験会の時の最後の話がすごく大事で後ろの商品ができているのが当たり前でその商品に誘導しなくてはいけないのでそれができるかどうかっていうのもありますよね。だから体験会 とかそういうのは安くていいんですよいいんですけど必ず後ろの商品を紹介するっていう目論みが自分にないとダメですね。あとはもう本当にいつも長くもう毎月お金払ってくれてる人に謝恩でそれはただとかいう無料っていうのは全然ありだと思います。あとはそのばらまき系でも無料っていうのも当然ありだと思います。で無料のの場合注意しななきゃいけないけは その有料商品を自分がいつか売りたいと思っているのに無料の安いの大好きただもらえたら嬉しいという人を集めてしまうと全然つながらないのであの無料はいいんですけれども私は個人的にはそんなにおすすめしない、まあ、お試し的なものでダメージが少ない場合にはいいですけれどもねなのであの私は例えば価値があるもの、まあ、YouTube とか、まあ、今もお話ししてますけれども こういうのもいろいろとマーケティング的なものもいろいろ話してます有。有料級って皆さんにね、感謝されたりするような内容も喋ってます。え、じゃあお金払ってる人、それ困るじゃないって思う方いらっしゃるかもしれないですけれども、全然困りません。なぜならば、私の動画を聞いて実践をして、できてしまうぐらい優秀な人は私いらないからです。あの大概難しいんですよ。 私は全体的な包括した内容を話をしてますけど、あなたにその話をカスタマイズしないと実践がうまくいかないんですよ。だからカスタマイズするっていうことは本人が自分でカスタマイズできるならやっぱり私いらないじゃないですか。大会の人も9割近くがカスタマイズが難しいんですよ。だからコンサルタントとか塾とか。 ななんんかい必要になっていくんですよ私ってどうなのっていうのでやり方とか戦略も全部立てていかないといけないからなのでいいんです概念はこうやってお伝えしてもじゃあ概念ね私今お伝えますけどあなたの場合自分でどうかって今答えられますか多分ね難しいと思うんですよなぜ難しいと思うかっていうと値段のつけ方が分かりません値引きどうしましょう ただで行きたいですとか、そういう質問がいっぱい私のところに来るからです。だから大概の人は難しいんですよ。自分の価値を自分で値段つけるっていうのは。これは私もそうです。だいぶつけられるようにはなってますけど、やっぱコンサルさんに妥当な金額とかっていうのを言った時に、びっくりするような価格言われてびっくりしちゃったことありますからね。 月額会員制も、そうだな、当時1万5千円ぐらいでやってた時、月額あったんですよ。で、その時に高橋さん、そのね、自分が成長していく上で値段ね、まあ、1時間7万くらいになるような形で組んでいけるといいよねって言われていて、いや、7万6倍近いみたいな <laughs> 感じだったんですけど、 で,でも、じゃあ今、7万7000円の月額やってるんですよ、私。誰にやってるか。コンサルタント、養成講座のコンサルタントのメンバーです。じゃあなんでそんな高くできるんですかって言ったら、私の講座を売る権利もお渡ししているからです。私が作ったテキスト、私が作った動画、それを使って自分のお客様に指導していいよっていう権利が含まれているんです。 であの他のメンバーよりも個別面談の時間が長かったりとか2週間にいっぺんみんなでミーティングしてアップデートの話を追いかけていくとかね、まあ、いろいろ手厚いサービスがあるんですよ。<laughs> それで、まあ、お高い感じになってますけれどもでも一般会も5万5千円と3万3千円なので、まあ、当時の私からするとそこはやっぱり頑張って値段も上げていってるしその値段を上げるとえー 私のスキルも当然それに伴って上がっていくから値段を上げていくっていうことができるわけですよね。であともう一つ値段を上げると他にもいい効果効能があるっていうのがえっ、ー、とねいいお客さんが来ます。やっぱクレクレ族みたいなの人は無料の時にいっぱい来ます、うん。クレクレって言って。で本当の商品買わないです。はい だからあの私、キャンペーンでねもう本当に有料級っていうレベルのものとかばらまきますけれどもあの普段全く音沙汰がないけれどもキャンペーンの時に突如として現れる人っていう人もいるのでまあ,あの、買わないでしょう、この人はって思いながら <laughs> あの渡してる方いらっしゃいますけどね、まあ、そういう方も一定数いますしあと、それを実践してみて変わったから。 あこの逆もパターンもあるんですよ。実践して変わったからもっと近くに行ってもっといろいろ聞いたらもっと伸びるに違いないって確信してもらって来てもらうケースも多々ありますからね。だから無料の商品も出し惜しみしないで本当にその人の成果と効果が出る無料の商品の方がいいと思いますよ。はい、だってそしたら信じてもらえるから有料でもっといいことが起こるに違いないっていう期待でね自分のこ来てくれますから。 なのでその値引きはしてもいいんだけれどもちゃんと意図を持って値引きをしないと駄目ですっていうことです。なのでよくあれするのが期間限定のプロモーションが多いです。数量限定とかですね。はい、これはあのよくやる話です。まあ、ある程度その時期に決断できない方って決断しないんですよずっと。<laughs> だからそういうのも試すっていうわけじゃないんですけれどもある程度精査して ちゃんと頑張る人だけをやるというふうに決めればいいかなと思うんですね。で、あと最後ですね。えっ、ー、と、価格以外の付加価値ですね。うんと、価格を下げることばっかりがいいことで、価格のインパクトは大きいですよ。だって20%オフとか30%とか40%オフとか、現金その分払わなくていいから。だけれども、なるべく割引幅を少なくして、自分が提供できるサービスで、 喜んでもらえて買ってもらえるっていうのが、まあ、値引きにちょっと近いような考え方になるんですけど、ここもね、ぜひ、あの、覚えておいてほしいところではありますね。まあ、オリジナルのなんかとかね、要は自分が対象とする方が喜ぶプレゼントなんだろうっていうふうに考えて差し上げるようなケースがありだと思います。結果として満足度がね、高まりますけれど。 はい、ということであのざっくり、まあ、ちょっとね細かく分けて話をした部分もありましたけれども、まあ、価格設定っていうのはどういう基準で考えるのかっていうこととあとは戦略的な価格設定の事例ですね3つほど挙げましたで最後は値引きの考え方ですねここは結構肝になるので是非、はい、覚えておいてほしいなというふうに思います。 はいではまとめていきたいと思います、えー。正しい価格設定と戦略的な値引きの考え方。えー、まず正しい価格設定は自分の感情とノリだけで決めないちゃんと調査をして えー、この価格でいくっていう時にコストも含め合わせて考える値段設定をする必要があるっていうこととあとただ単に割引の方もやみくむに割引をするんじゃなくてその割引をしたことによって新規の生徒さんがどれぐらい獲得できるかとか長期的に付き合える生徒さんのお試しとして使うと、えー、何人ぐらいその口座に入ってくれるかっていう戦略的な値引きをちゃんと考えてやると。 ここができてない方が結構多いので、自宅教室業は計算をしないでやる人は赤字になりがちです。なので、ここはですねぜひあの、ちゃんと計算をした上できっちり価格設定を決めていくようにしていきましょう。はい、であの価格設定とかブランディングとかリブランディングは、ね、難しいんですよ。自分1人で考えるには。なので、本当に必要だと。 思い、私がいいと思ってくださる方はお問い合わせいただければ、えー、随時対応していきたいというふうに思ってますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、以上になります。それでは。